おさげな反動ですね。先行も相まって相当いいかなと思います。まずカニを置いて。未開地ですね、次のターンは。除去されなければですけど。まあ、黒いデッキからだと、なんだっけ？知能差の川。カニは強いですね。はい、どうも、長坂レモンです。本日紹介するデッキはこちら。ババーン。シミックエローになりますね。はい。まあ、格安デッキ作ってて、またエローかと、まだ青い木かと、いうことになると思うんですが、はい。まあ、青い以外のね、格安デッキってサイクリングくらいしかなくて。他にもいろいろ作ってみたんですが、まあ、強いは強いんですけど、環境に合わないなっていうのは結構あって。はい。そのこと含めてこういうデッキの方がいいのかなっていう感じで、今回こんな感じで組んでみました。はい。で、これは前回の青タンと違って、前回の青タンは、まあ、バウンスだったり、泥層目に入ったりで、安定度重視で組んでたんですが、今回は爆発力重視で組んであります。はい。で、爆発力重視にすると何がいいかというと、まあ、削り切る速度自体はこっちは高くなること。それと、まあ、スタッツも大きくなるということで、まあ、赤弾とかの速攻入れにこっちの方が強くはなるんですね。はい。なので、まあ、こっちの方も一応おすすめではあります。ただ、コントロールタイミングは多分青弾の方が強いかなという印象はありますね。はい。まあ、カニに対して、こういう大角とか幼獣とかで変容して殴っていきましょう。はい。そして、まあ、こういう見慣れないカードとかも入ってると思うんですが、これは変容の種として入れてある感じになります。本当はね、1マナ1で、相手のライバルに2枚削って2枚少ないするっていうカードとかもあるんですが、それが人間ということで変容もできない。そのことを考えて、まあ、これを一応入れてあります。はい。まあ別にいらないっちゃいらないんで。はい。まあ、これは好きな1マナクリーチャーでもいいのかなと思います。はい。というわけで、最初の方へ、どうぞ。はい、対戦よろしくお願いします。お相手先行ですね。まあ、キープなのかな。する体ですね。あと土地1枚引ければいいかなと思います。祈り打って哲学の源霊からかな。こっち1枚引けたならこっちから行きますか。哲学の原理を置きましょう。除去されたらシャレたでも、まあ大丈夫です。次のターン貢献を置くだけなんで。ね、除去切ってる間は相手動けないんで。エメリーの貢献。魔法部のひもりかな。ね、絶対ユーロとかは入ってるので。ここだけに注意しながら、ライバル削っていきますか。予想通りだ。ここ土地引けたのはちょっと偉い。とりあえずヒモリ打って、エンドかな。プレイの罰打ちたいですよね。一旦ね、帰ってもらって。物語の帽子にパッパと切りますか。そうですね、切りましょう。大角。落ち結構削れてきますね。おっと。いろいろといいものが落ちていく。ひもりだけ出しておきましょう。カニ引いた時に大角ができる可能性が、いや、ないか。ないですね。まあ、ウーロ脱出してる間、土地4枚削れてるのと同じなので、全然問題ないかなと思います。
そう、そんなことしてる間にライブラリ削れるんで。大綱のことも合わせても、スタリもとっとと引いてきたいかな。そうですね。あとは、ドロソ追加でもう一枚ぐらいは持ってきておきたいところではありますね。場合によっちゃ次のターンウギンが出るのか。まあ問題ないですか。このターンあたりで仮引いてくれればよかったんですが、出ないか。じゃあないですね。一旦。土地稼ぎに行きましょう。できればカニの後に取っておきたかったかもあるんですが、今後の動きの安定のためにもちょっと多めに土地持ってきておきましょう。相手的にウギンが何枚入ってるかですよね。ただ今の数台だとウギン1枚じゃなかったかな、なんかそういう記憶があるんですけど。ドロソ&カニか。そうですね。物語の没入プラスカニが欲しいところではありますね。ガラック。大綱背負ってきますかね。まあ、背負ってくるでしょう。カブラ。さあ、相手のライブラリ残り19枚。ここで、10枚削れるんで。あと8枚削る手段があれば OK。 よいしょ。お、次に2枚入ったんですね。じゃあひもりひもりでちょっとした壁にしてやりましょう。多分あとカニ引けば勝ちなんじゃないかな。あと、紐に除去打ってるなら、こっち死なないんで。テフェリーの貢献だけ除去されないように、無礼な罰構えとけば勝てるんじゃないかなと思います。残りデッキ8枚ですからね。復帰1000円で。はい。そんなもん置いてる余裕は多分もうないですね。起動コピーしても次の次のターンまでは持たんはず。イモリはとりあえずウーロにチャンプするので、狼先生エンジンで増やして発展。治療さん8、14、16、同時があって、ここで止めるべきかどうか。いっか。とりあえず16個チャンプします。残りライブラリ7枚。あと1枚カード。いける何かが来ればよかったんですが、何もなかったですね。じゃとりあえず大津の素置きからエンド。相手が除去を2枚持ってない限りは大丈夫ですね。1枚なら無礼の罰で弾いて勝ちかな。適正エンジンで倍にするかどうかもあり。とりあえず第一関門は突破かなと思います。さあ。むしろ何も使わない方が嫌ですね。そうですね。こっちちょっと土地引きすぎてる感はあるんで、適正エンジンは OK。それやってる間に除去が打てないんで OK ですね。いや、カウンターするべきだったか。
ここできるんだ。へえー。残り2枚だから、これ、切らない方が絶対良かったと思うんですけど。はい。うん。適正エンジン止めとくべきでしたね。グッドゲーム、大戦ありがとうございました。はい、大戦よろしくお願いします。こちら、先行。まあ先行ならキープして良さそうですね。キープしましょう。ネテフィーの貢献から入れるので。高校だと、まあ、速攻マリガンの手札でしたね。赤白。できればカニ引いていきたいところではありますけど。そう、カニ引けるとね、カニミカ1で6枚削れて、相当美味しい思いをすることができるので。できればカニが欲しいところではありますね。はい。まあ、大津の変容ボタンは割と何でもいいとは思います。ボロス、サイクリング。サイクリング。でも、サイクリングもあり得るか。そうですね。外線の神殿使うタイミングとかのことも考えると多分サイクリングもあり得ます。ジェスカイだな。今な、多分海の神のお告げな気はする。確証は求め、確証は持てないですけど多分海の神のお告げじゃないかなっていう予感がしてますね。ここで動き止まってるってことは2マナのカードですからね。使える。あとはメレタンコアかな。カウンター構えたようには見えますが、まあ、私は交代のネジがないタイプなので、もう何のためらいもなく貢献を出しましょう。打ち消されたら悲しみましょう。うん。見て。私は交代ネジが外れた女。引きされたら悲しみましょう。はい。冒険カウンターされそうな予感しかしないですけどね。ジュワー島のなんだっけ、忘れた。2マナの1マナ追加とか否認とかもう何でもカウンターできるんで。考えてますね。手札から落とすのは何にしようかな。まあトップ次第でありますけど、多分ひもり落とすことになるんじゃないかなと思います。いやーでもひもり残しときたいもんな。スターリックスかな。あー中和。あ物語の時に偉いスターリックスかな。このカラーからは、あんまりいい感じのやつは飛んでこないかな。うんさいうんさい。ヤマーフォークのひもりって言っておこう。変容できるか。したいところではありますけど、さすがに4マナの動きとしては相手多分動いてくるので、はい、ひもり浮いて土地浮いてるんだな。あの結構ガッチガチのジェスカイコンですね。さすがに4マナはハードキャストというか、まあなんか構えずにこう、なんかしてくると思いますけどね。
よいしょ。できれば物語の没入をパッパと打っていきたいので、あと次の次のターンには多分テフェリーの貢献は消えるんですよね。はい。ウルツベス侵入近づくよね。クソカードがあるんで、そのことも考えると多分貢献は消えますね。うん、間違いない。今まで何度もエルカスとね対面してきて栄養を飲ませられたことが、あ、でも貢献結構後ろの光結構落ちてるのはでかいですね。はい、エンドで冷めたい風とかが飛んでこようもんなら物語のボスに置いてやりましょう。うん、予想通りですね。はい。ただ、カニも何も引けてないのはちょっといただけないですね。カニ引けてるともうちょっと変わってきたんですが、あー、あと、ナーセット落としやがったな。ナーセット落としやがったな。ナーセット落としはちょっと重罪ですよ、重罪。あ、でも貢献引いたな。結果オーライですね。これは土地でいいかな。いや、もっとなんかやばいの落ちた気がするんですけど。夢さらい落ちるのは、いや、これ下でよかったな。夢さらい落ちるのは、さすがに、あれじゃない？ね、夢さらい落ちるのはね、ちょっとどころでは、の騒ぎではないぐらいいただけないんですけど、なんならナーセットよりいや。今、どうせね、構えれるタイミングでもなかったんで、エルカツがね、あるせいで、こっちのカウンター打てないんで。これ、サメ台風 X4 とかで唱えたいのかな？でも、なんで1のサメ台風がサメが殴ってないのかちょっとわかんないんですよ。うん。まあ、考えてもしゃあないですか。さあ、もらいましょう。哲学の件で。出しましょう。あと、未開地もだな。大津のも多分出していいですね。これで止まるのはなんだ？カウンターをしたいのかな？判断どうぞ。じゃあ大津のも出しましょうかね。いやー、やめとかな。そうですね、もし次にカニを引けた時のこと考えてやめときますか。本質の産卵は3枚、中和が1枚、多分中和はもう1枚握ってるかな。はい。中和はもう一枚握ってること考えても、1、2、3、4、5、6、7、8、9バラまで持ち込んで、願い与えプレイの罰ぐらいを構えておきたいところではあるのかなと思います。古道ターンセット止めに行こうと。ここ中和してくれるとちょっとでかいんですよね。あの、次のターンの願い値のカードが通るんで。あー、カウンターを構えたかった。なるほどね。まあ、何来るか分かったもんじゃないですからね。はい。殴んない。
金は少なくともさっきからずっと殴っててもいいとは思うんですが。まあ、三日一は二枚。いやまあ、願いたい過去のこと考えても二回来とうのがいいですか。そうですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9。大津の変容に多分カウンターってくれるんで、そこに願い与えっていう感じでいきましょうか。相手のライフラインに残り22枚ですしね。多分見えてる感じ。なんだっけ。はい。見えてる感じ。1マナの、あ、神秘の論争か。は持ってないと思われるので、ここで固まるのは多分中和なんですよね。あ、中和のサイクリングで固まってる気がするので。もらって、残りライブラリー20。とりあえず大園に変容しましょう。この相手もだからなんかカウンター切ってくれる気がするんだよな。それか猟銃をなんかするか。あー、ダメだったか。残念。いやー残念ですね。なんか何かしらカウンター切ってくれるかなと思ったんですが、まあ別にそこまで怖いわけでもないですしね。じゃあ追加の猟銃置いておきましょう。さすがにこっちはカウンターしてくれるんじゃないかな。うん、夢さらいが、6点。はい。残りライブラリは、次の自分のターンで16枚。エルカツ。本質の産卵はなくなったんで、あとは中は、願い与えの加護も切りますか。で、これは、どっちを、いや、限定でいいや。限定で3枚引きましょう。カニまだ見えないんですけど。カニまだ見えないんですけど。中和は1枚持ってるんですよ。2枚持っててもおかしくないかな。で、そろそろ次のターンあたりは死んじゃうので、中和2枚構えられるな。メレティス。中和2枚構えられるのは嫌なんだ。アーリックス。さすがに中和は持ってるはず。
うん。というわけで次の段死なないことをお祈りで芸が始まりましたね。相手のドロソに対して無礼の罰を弾く感じでいきますか。エルカスから蘇生してくるのは多分有名さらいかな。ナーセットの可能性もありますけど、まあどっちでも構わんかな。次のターンまで生き合えなかったら死ぬだけよ。これで6、7か。これ止めないといけないんですね。あれに使うのはちょっともったいなかったです。な、中和サイクリングがあるな。はい、中和のサイクリングもあるので、お、使わない。物色、こっちは起動で、他に、こっちから行くしかないですね。いいよ。はい、こっち置いて。これで追加土地2枚で、危な、妹を襲おうとして拒否をしそうでしたね。危なすぎる。ほら、はい、グッドゲーム、大変ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。ここからはね、まあいつも通りのまあ改良案となります。はい、まあまずはね、前回も言いましたこちら、ハリイケのミミックになります。はい、まあこれは遺跡街の枚数を増やしながら土地にもなるということで、まあ終盤とかに引いて、まあ遺跡街のコピーにしたりとか、あとは土地として追加するという動きはとても強いのかなと思います。それと例えば、スターリックスなどが変容したフィーチャーに対してコピーすると、まあ、上のカードが増えるということで、遺跡画にコピースターリックスが2体になったりとかね。そういうことができます。これはできれば入れておきたいカードかなと思います。はい。そしてこちら。片寄りの大群ですね。これ、カニとは関係ないんですが、土地がたくさん増えるということで、まあ、大量にトークン並べてそのまま殴り切るというプランに移行することができます。ただですね、トークンも確か500体以上だったかな。出しすぎると、アリーナがフリーズするというか引き分けになるので、そこだけ注意しましょう。はい。まあ、そんな感じですかね。ローに関してはね、あんまり、変なことはしないかな。普通にやりやり削り切るだけみたいな、そんな感じになると思います。はい。実はローにも、あと、まあ、イゼットカラー版と、あとディミアカラー版の2種類あるんですが、まあ、さすがにね、ネタ切れした時ぐらいしかやらないかなと思います。はい。まあ、ディミアの色自体は結構強かったりするので、大概でも使えるのかなと思うので、皆さんもね、結構LO デッキ、今の環境めちゃくちゃ強いので、いろいろやって、試してみるのは楽しいのかなと思います。はい。というわけで、本日の紹介は以上となります。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。それでは